五行総督在任時の探訪探訪は、新末の官僚。字は、馬橋。郷は、西、満州製白機人。とて氏。1882年に巨人となり、院外郎、候補郎中を歴任した。後日の変報を指示したが、後日の政変後には、坂六と、李蓮英の保護を受けて、処罰を免れた。1898年、直霊派木道に任命されたが、 朝廷が北京に農耕省局を創設すると、担保は召喚されて、局務を任された。その折に、完全化を、朝廷し、聖大公の賞賛を受けて、三品町大を授かった。その後、宣誓省に派遣され、アぜチ不正使準部代理を歴任した。1900年、義和団の乱により、北京が八カ国連合軍に占領され、聖大公と公所定は、 先生賞に逃れた。丹保は、その王体に功績があったとして、河南不正史に転任し、さらに、湖北順部に昇進した。1902年に、湖高総督代理となり、さらに両港総督代理や湖南順部を歴任した。1905年、北京に呼び戻され、摂総督に任命されたが就任する前に、はじめさは、大広支持、女性省昇栄ともに、外国へ、 立憲制度の視察に赴くように命じられた。12月7日、軍艦で新高等から上海に赴き、12月19日、アメリカ戦で上海を出発した。五大臣は、日本、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、オーストリア、ハンガリー、ロシアの10カ国を視察し、翌年の八月に帰国した。帰国後、 視察の結果を総括して、受け帝国税も癒す体系よりを上層し、日本の明治維新に習って憲法を制定することを主張した。さらに自ら編算した、欧米政治容疑を献上した。これは、立憲運動の重要な著作とみなされている。帰国後、良好総督となり、1909年に直令総督となった。1911年、 新朝の鉄道国有化政策に対して、四川省で、丹鳳は新軍を率いて、死州に入ったが、11月27日に、新軍の反乱が起き、丹鳳は死殺された。死の直前、漢人の家の伝承を語った。丹鳳は、中国の新式教育の創始者の一人である。湖北、湖南巡部にあった時には各道、府に、師範学院を創設した。 チャンス準部在任時には、中国発の幼稚園、古北幼稚園と小立図書館を創設し、多くの留学生を派遣した。両校総督在任時には、南京に、機南学堂を設立した。古北幼稚園は長のホラが設置を計画し、公認の担保が1903年に担当者を、日本に派遣し、教材教具の購入とほぼとして、日本人、教習3名を招請し、 その中の元東京女子高等師範学校教諭だった、殿道みが、初外園長に就任し、1904年に開園した。とやらは1899年に交付された、日本の幼稚園保育及び設備規定をもとに、古北幼稚園改弁商店を作成し、中国における公的な幼児、女子教育制度の宣弁となった。担法は後に、女子師範学道商店。 女子小学堂商店を交付した。ありがとうございます。